お世話になってます、ケグです。今回はジャンプ本誌、呪術廻戦、最新124話について話していきます。コミックスで言うと、14巻に収録される話なので、コミックスの方はネタバレ注意でお願いします。前回の123話では、ドバラの友成が分裂隊の真人に通用し、板取と戦っている本体にも大きなダメージを与えました。そして、分裂隊であることが、ドバラにバレたところで終了。今回はその続きです。板取はダメージを受けている真人に、猛ラッシュで攻撃。心では釘崎に感謝を述べています。ありがとう。俺には誰も救えなかった。みんなの苦労も台無しにしてしまった。それでも俺は一人じゃないとそう思わせてくれて。そして虎杖は真人をここで殺す覚悟を決めます。しかし真人は4巻と同じように小さくなり大量に分裂、逃走を図ります。虎杖はその中から致命傷になる魂を含む呪力の多い一体に狙いを定めますが、それは真人が呪力の量をコントロールして釣った偽物でした。一方ドバラと戦闘していた分裂隊も地下に逃走します。そして本体と分裂隊は通路でスイッチ。虎杖はそれを目撃しますが、僅差で到着したドバラはそれを見逃し、本体が死角になり入れ替わりを気づいていません。分身での戦闘で手のひらへの警戒を解いていたドバラは左顔面を真人に触られてしまいました。虎杖は真人と最高に相性が良い。ドバラも真人と相性はいいが、虎杖ほどではないです。虎杖は真人の攻撃をスクナの存在により防御して、自分の攻撃は真人に通用します。ドバラも友成は真人に通用しましたが、真人の攻撃は防御不可能。その弱点を真人に突かれた形です。そしてドバラの回想が始まります。それは6歳の頃、自分が最も嫌いだった故郷での日々。いやーめちゃくちゃやばい展開ですね。最悪のタイミングで回想が入りました。もしかしたらみんなの兄貴釘崎野原がここで死亡する可能性もありえます。芥見先生が明かした呪術廻戦の結末、主要キャラ4人のうち1人だけ死ぬか、1人以外みんな死ぬか。もし今回野原が退場したら結末は後者ということになります。呪術廻戦には山場が3つあり、各長編で主要キャラが1人ずつ退場するということでしょうか。メタ的に見るとアニメをやっている最中にメインの1人が死亡することは考えにくいです。このままだとアニメで野原が登場する週に原作では死亡することになってしまいます。しかし僕たちは知っています。声優発表と同時に退場したナーミーの存在を、一応ただ単に死亡するのでなくて変化した左顔面を使い究極の友なり、自分の体を通して魂の友なりを行い真人と差し違えるという展開も予想しました。一方で沙織ちゃんとの再会も回収していないので、今回で野原は死なず、今回のピンチが野原のパワーアップになる可能性もありえます。呪術師は一定の体制があるから即死にはならない。呪力の核心に迫った野原なら今回だけでは死ぬことはないのかもしれません。考えられる展開として、絶対的なピンチを迎えたことで二貫性ながら領域展開を使用する流れ、これは伏黒の時と状況が似ていますね。他に考えられるのは、命の危機に直面し五条のように反転術式による回復を習得するという流れでしょうか。呪術廻戦、それは呪いが回る戦いの物語と考えると、ナナミンやゲドウの離脱を踏まえて世代交代が起こる可能性もありえます。前々から思っていたんですけど、一年三人とゲドウ、五条、家入は共通点が多い気がしていました。虎杖、ゲドウは呪霊、呪物を取り込んでいる。伏黒、五条は御三家のエリート。そう考えると釘崎は家入と同じ回復を使えるようになる可能性はある気もします。ジャンプにおいて女性キャラが回復を担うというのは珍しいことではありません。少し話は変わりますが、虎杖とゲドウが共通点が多いなら、秘匿死刑の延期が今回の件で中断された虎杖雄二が逃亡し、結果的にゲドウのように光線側の敵になってしまうという展開もあり得るかもしれませんね。野原の未来、皆さんはどう思いますか。最後に少し余談ですが、以前パンダに言っていたメテオで復帰潰すという小ネタ、今回の回想のスマブラで回収されましたね。ちなみに小学生の野原が着ていたやぼったいジャージはアニメオープニングと同じものですね。そう考えるとアニメとの連携が半端ない気がします。原作アニメどちらも見逃せません。動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。